まあ、私岐阜なので明豊ハムです。でね、あのこれを切るときにいつも私やるんですけど、端っこ切りますよね。まずここを切っていくじゃないですか。ここにラップを巻くと思うんですけど、これで蓋をします。こういう感じにね、密封になるでしょ。で、この状態で、しまっておけばこういう感じでね、ラップいらないです。まあでも心配だったらこの上からラップをかけてってください。これピクルスをこんな感じで作ってます。これね、簡単なんですよ。これ入れるだけでね、ちょっと塩辛いのがいい人はお塩入れたりとか、ちょっと甘いのがいい人はお砂糖足したりとかして作ってみてください。で、まず、サンドイッチを普通に作っていきたいと思います。で、紙を引いてパンを入れます。まあ、からし入れたい方はね、からしとかここで入れてください。で、ハム、レタス、でレタスは周りからちょっと見えた方が見栄えがいいので、もう一度少しだけマヨネーズを足してピクルスね。もうなんかすごくお野菜、もうこれだけでいっぱいですよね。はい、こんな感じに盛り付けました。そしてね、ここにこう乗っけて蓋をして出来上がりなんですが、まずここにね、デコっていきたい。Thank you.